やった、オビフ払い戻しだ。僕の名前は鉄拳、予想家なつしプロデュースの有料予想家として約5年間関係者情報通の予想家を一喜一憂しながらやってきた。2021年1月殺伐とした有料予想配信者から無料予想家へ転身、現在は YouTube などを通して有益な競馬予想を発信している。そんな僕の人生は波乱万丈だった。幼少期、父が地方競馬の馬主であったため馬産地や牧場へ行く機会が多かった。その頃の僕は弟と乗馬を楽しむだけで競馬に興味はなかったのだが、数年後、すごいな、プロジョッキーか、まあねーが地方競馬の騎手になったのだ。これを皮切りに僕の競馬人生はスタートした。〇〇が〇〇で、マジですか、じゃあ〇〇で1点取れますね。生まれん1点的中、これはもう止められない。がだったことで関係者から有益な裏情報をもらえた僕は必然的に競馬の魅力に取りつかれたのである。その頃の僕の仕事はシステムエンジニアだった。部長、有給いただきます。お前またか。学生時代からアメリカが好きだった僕は仕事もせずロスと日本を行ったり来たり。 USA! しかしそんなことばかりしているとお金がなくなる。財布空っぽ。競馬で当ててるとはいえきついな。お金に困っていた30歳の時、知人から臨時教員の相談を持ちかけられた。臨時だけど教員やってみない？やるやる。そして教壇に立つと、うーわー、かわいい子。16歳も年下の教え子に一目惚れ。僕と付き合ってよ。はい。いけないと思いつつも猛烈アプローチし付き合うことになった。教職員と生徒の恋愛はタブー。しかしついにバレる時が来た。間抜けにも手をつないで商店街を歩いていたから。職員会議にかけられ追い詰められる2人。2人で逃げよう。え、マジ？おー、分かった。その結果、中部地方へ駆け落ち。仕事探さなきゃ。お、派遣エンジニア募集してるぞ。駆け落ちで職を失った僕は当時募集があった自動車メーカーの派遣エンジニアとして働き始めた。3年後、最優秀技術社員賞受賞おめでとう。正社員になってみないか。お願いします。業績が認められ一部上場企業の正社員へ登用。これからは真面目に働こう。妻も幸せにしてあげなきゃ。今までの生き方を反省し真面目に働き始めたのだが、私昔から芸能界に入りたかったの。オーディション受けていい？子供もいるのに無理に決まってるだろう。じゃあ出ていく。離婚しましょう。年の差があるとはいえ縛りすぎたのかもしれないと猛省したが、それから当時1歳半の息子と2人暮らしが始まった。しばらくして、周りは大学院卒や高学歴ばかり、劣等感で限界だ。学歴コンプレックスがあった僕はストレスから会社を退社、九州の実家へ帰った。だがその間も競馬には勤しむ。3連単来た。毎年プラス中止だ。本物の予想家になれるんじゃないか僕は。そして2006年8月、やったー、大当たりだ。函館2歳ステークスで約1300万円の払い戻しを達成。一年発起し2016年5月、予想家なつしの予想家育成プロジェクトに参加したところ、僕は予想家の間で知る人ぞ知る存在となっていた。同期には沖尚氏、現競艇 YouTuber 新や、一期下に DKC 競馬部競馬予想ブログのサスケ氏がいる。この実力派の布陣で2016年11月から有料予想販売を開始。これが当たると好評で売り上げもアップした。2019年3月、すごい影響力のある人がいるので、その人のところで予想販売してみない？ぜひやりたいです。予想家なつしの紹介で株式会社から一撃スナイパーとして競馬情報を販売。しかしどうも考え方や方針が納得できないな。こんなんじゃやってられない。2019年11月、理不尽な運営方法に嫌気がさした僕はこれまでのことを YouTube で暴露し離脱した。そして同年同月、夢であった競走馬の育成牧場を開業。無事に競走馬になってくれよ。このまま有料予想家を続けていたら主催者にも嫌われるし、粗悪で高額の予想家が溢れてる。よし、儲けは本業で賄おうとして思い切って無料予想家やってみるか。
2021年1月、ついに無料予想会に転身したのである。というわけで、現在の僕は YouTube や Twitter を通して競馬界の発展貢献と競馬ファンの夢の達成に邁進しているのだ。僕は競走馬が好きで馬券が大好き。これからも競馬ファンの皆さんと楽しんでいきたいと思っている。競馬好きの底の君、僕の YouTube をよろしく。 Twitter もチェックだよ。一緒に競馬を楽しもう。